小浜市の小判菓子。節分の頃に食べられる黄金色の焼き菓子です。サクッとした食感で程よい歯ごたえもあり、ほんのり甘い素朴な味がします。生地に使うのは小麦粉と砂糖と水だけ。小判型の型で抜き、オーブンで焼き上げます。小判菓子を作る店は今は2軒にまで減りました。この店では先代が始めてから60年間同じ味を守っています。昔ながらの味を重んじようと思いますと、やっぱりその通りやっていかないとダメじゃないかなと思っております。手でこねたり焼いたりすると、そこに一つの愛が生まれますわね。だからやってるんです。愛情を込めてっていうんですかねちょっとオーバーですけど、皆さんに喜んでいただけるような味を心がけております。一部の地域では節分の豆と一緒に神棚にお供えします。小判と豆をマスに入れて巻いて、それからいただくんです。その子供や孫にこういうことやってるよというのを見てもらって継続できたらなと。無病息災やお金に困らないようにとの願いが込められた食べる縁起物。一足早い春の訪れを感じる小浜の味です。